エコーチェンバー現象とは何だろう。エコーチェンバー現象とは、自分と似た意見や考えを持つ人々だけの閉鎖的な空間で、自分の意見が常に肯定され、あたかもそれが世の中の共通認識であるかのように錯覚してしまう現象のことです。エコーチェンバー現象はなぜ起こるのでしょう。SNS のアルゴリズムがユーザーの過去の行動や興味関心に基づいて似たような情報を優先的に表示するため、多様な意見に触れる機会が減ってしまうからです。確認バイアスも考えられます。自分と異なる意見の情報は積極的に探さず、自分の意見を裏付ける情報ばかりを収集してしまうからです。同調圧力もあるでしょう。集団の中で自分の意見と異なる意見を持つことを恐れ、多数派に同調してしまうからです。問題点があります。例えば情報の一側面しか捉えられないことです。多様な意見に触れる機会が減ることで物事に対する理解が偏ってしまう。極端な意見の形成もある。自分の意見が常に肯定されることで、より極端な意見に傾きやすくなる。また、社会全体の分断も考えられる。異なる意見を持つ人々との対話や理解が難しくなり、社会全体の分断を招く可能性があります。では、エコーチェンバー現象を防ぐにはどうすればいいのか。例えば、積極的に異なる意見に触れることが挙げられます。意図的に異なる意見を持つ人の発信する情報に触れるようにすることです。また情報の信憑性を確認することも大事です。情報源の信頼性や複数の情報源から情報を収集することです。他に対話をすることも重要となります。異なる意見を持つ人々と対話をすることで、お互いの理解を深めることができるからです。さて、エコーチェンバー現象は、現代社会において、特に SNS の普及によって顕著になってきています。エコーチェンバー現象を理解し、対策を講じることで、より客観的な視点で物事を判断し、多様な意見を受け入れることができるようになるかもしれません。SNS において価値観の似た者同士で交流し、共感し合うことに注意しましょう。